なるほど、バレンタインデー。まあ、私のような住所不定の教皇にはちょっと縁遠いものですが。ふっふっふっ。ああ、その呼び方やめれ。私の方もなんか愉快なちゃんとっぽい叫び声を上げてしまったじゃないですか。それはともかく、私もチョコは欲しいし、チョコをあげたい。しかも、なんかこう、胸がいっぱいになるようなスペシャルなものを。まあ、そうだよね。無理せず、自分なりに頑張ってみるよ。で、マスター、私のチョコを楽しみにしてくれる？おっと、プレッシャーかけてきましたね。望むところです。なるほど、よくわかりました。感謝します。お待たせしました、マスター。バレンタインのチョコレート完成です。さあ、食べちゃって食べちゃって。そのためらいのなさ、さすが我がたち、我がマスターと言わざるを得ませんね。ともあれともあれ、さ、まずは一口。いただけいただけ。さて、どうだったかな。これが私の思いついた究極のチョコ。どうです、輝いて見えるでしょう。褒め言葉の一つに輝いて見えるというのがあるでしょ。それを言わせたくて一工夫してみました。あはん、私は今輝いています。輝きを持つもの、それを人は聖人と呼ぶ。ヨハンナ曰く。ご自分で考えましたとも。で、どうだった、マスター。にゃんだと？というわけで調整してみました。いかがでしょう。イエーイ、ピースピース。じゃあ、私の輝きが収まらないうちに、私のお願い聞いてくれる？チョコくれーじゃない、チョコをおよこしになりやがれ。サンキュー、ユーしてるぜ。ん、こう、ダチ的な友情を抱いていることを言葉で示すと、こういう感じになるのかなって。うん、私、間違ってる？イエーイ！まあ、これでも、いろいろとお礼は込めているのです。ドッタンバッタンの大騒動。あれはもう、
我ながら殴っても殴り足りない無様さでしたね。まあ一応の解決を踏まえて、こうしてチョコを受け渡しできているのです。本当にありがとう。私カルデアに来てよかった。あなたたちに会えてようやく自分を始めることができそうだから。もちろん戦うことも全然お任せあれ。制限で何でもかんでもぶっ飛ばすからね。それでその代わり、また何かあったら手伝ってくれる？ダチ的にさ。そうですね、お日様はポカポカであったかくて、なんだか眠くなっちゃう水音が聞こえて。シミュレーターってこういうこともできちゃうんですね。すごい。あ、見てくださいマスターさん、この子。かわいい。どんな夢見てるのかな。お花がもごもご動いてるし、ご飯かな。とっても幸せそうでちゅね。でも今のはさすがに緩みすぎましたので、節度を持って緩みます。そんなわけで、マスターさん、マスターさん、こっちにどうぞ。この角度から見るとさらにおすすめですよ。飛んできた魚がマスターさんのお顔にヒット。これは。ごめん、手が滑った。いくらなんでもお姉ちゃんに近づきすぎ、ほっぺが触れ合うレベルだったじゃん。最近激務だったから、こういう気晴らしのレクリエーション自体には同意するけど、それ以上のお姉ちゃんとの仲良しイベントは私の許可を得てからにすることだね。あんまり大きいのが釣れたから早く見てもらいたくてさ。もう兄ちゃん、だからといって投げちゃダメよ。はーい。それでお魚さんはいっぱい釣れた？うん、釣れた釣れた、大量だよ。そうなんだ、よかったね。これでマスターさんのご飯もバッチリだね。えらい。これって気力と体力を回復させるのが目的でしょ。だったら中途半端にやっても仕方ないし、私たちの故郷に近い環境設定にしてもらったんなら、私たちっぽいもてなしをするのが合理的だと思う。別に特別なことじゃない。あんな感じで言ってますけど、昨日は。大丈夫かな、マスターの口に合うかな、なんて心配そうに聞いてきたりしてたんですよ。ちょ、姉さん。はい、そんなわけで食材もにっちゃんが集めてきてくれたことですし、これからはお料理タイムです。少し待っていてくださいね、マスター。はい、できました。魚に少し手を加えただけのシンプルなものですけど、
日頃お世話になっているお礼です。どうぞ召し上がってください。そうですか、よかった。命拾いしたね。それ以外の答えだったら、私は天井の竹槍トラップにつながっているこの紐を迷わず引っ張っていたよ。姉さんが手ずから作った料理にケチをつける者には死あるのみ。古来よりそう決まってる。もう、まあでもにっちゃんも手伝ってくれたもんね。自分が作ったものは美味しいって言ってもらいたいよね。わかる。わ、私のことはどうでもいいというか全然関係ないけど。それからデザートも用意してあるんです。今日はそういう甘いものをプレゼントして日頃の感謝を伝える日でもあるんですよね。ですからこれはどうぞ。これもにっちゃんと二人で作ったんですよ。はい、これはベトナム風のぜんざい、チェーと呼ばれているものです。マスターさんはあまり食べ慣れないものかもしれないですけど、ハスの実が入っているんですよ。よかった。せっかくだから私たちらしいものにしようっていろいろ調べた甲斐があったね、みっちゃん。みっちゃん？ああ、やっぱダメ。いろいろ思うところはあるけど、せっかくお姉ちゃんが作ったものが無駄になるよりはマシだと思う。だから、はい、これ渡すのは自分でやりなよ。やー、作った後冷蔵庫に隠しておいたはずなのに、どうしてにっちゃんが？そうだよ、調べたんだから。この日がチョコを渡す日だってことぐらい知ってるに決まってるだろ。姉さんも頑張って手作りしてたんだけど、その後で。でも自分みたいなのが渡していいものなのかなとか、もっと普通の女の子が渡すものじゃとか、自分たちに求められてるのはもっと自分たちらしさのあるものかもとか、姉さんらしく真面目に考えすぎちゃって結局冷蔵庫の奥に封印してたんだ。姉さん、せっかく作ったんでしょ、渡さないより渡した方がいいに決まってるじゃん。恥ずかしい。でもそうだよね、マスターさんにも見られちゃったし、今さら引っ込めるのも変だもの。あくまでメインの贈り物は二人で作ったチェーだけど、おまけとしてお本。恥ずかしいし、初めて作ったものだし、全然私らしくもない普通のものですけど、このチョコもらってくれますか？私としては複雑だけど、お姉ちゃん嬉しそうだし、まあいいか。それじゃあお返しに、みっちゃんもこれね。なんでそのチョコを？姉妹だもの。みっちゃんが私のことをずっと見てるように、私だってみっちゃんのことはずっと
ずっと見てるのです。だからみっちゃんもチョコ作って、でも自分らしくないなって封印してたのを知ってるの。無駄にしてほしくないからちょっと強引だとは思ったけど持ってきちゃった。はい、背中は押してあげるけど、マスターさんに渡すのはやっぱり自分でね。そんなに言うなら仕方ないな。特に深い意味とかない。普段世話になってなくもない気がしなくもないからっていうあれで作ったもので、意識したり記憶に残したりするのはお姉ちゃんの分だけで十分だけど、そこまで言うならまあはい。いい？マスターへの贈り物のメインは姉さんと二人で作った料理とチェーだから、このチョコはあくまでおまけ。それを忘れないように。え？バレンタインのチョコって家族にあげてもいいの？言ってよ。それなら普段からお世話になってる大好きなお姉ちゃんにスーパーなチョコ作らないと。材料まだあったかな。私もにっちゃんにチョコ作ってあげたいな。帰ったら一緒に作る？そういうのもありなのかな。うん、作る。一緒に作ろう、お姉ちゃん。メリュジーヌ殿、バーゲスト殿、そしてこちらがバーバンシー殿。あ、お城はもちろん陛下のお城です。そう言っていただけると嬉しいです。実はこのお皿をですね、同じものをいくつか用意したのです。一つは陛下に、ブラダマンテ様をはじめとするフランク王国のパラディンの皆様にも、ブリテンの円卓の皆様にもお渡ししました。聞けばバレンタインデーとはチョコレートなどの贈り物で親愛を示すものですので、親愛を込めて多くの皆様にお渡ししました。そしてもちろんマスター、あなたにもこの一皿を。そのつもりだ。
たのですが、つい先ほどのことです。バレンタインデーとは恋のバトルロイヤル、いえ恋する相手にチョコレートを渡す告白の儀式なのだと。私はつまり多くの方々に告白してしまったことに、なんということでしょう。ブリトマートはこれではもうお嫁に行けませんよね。ううなんだろう。ギリチョコ、それはもうちょっとその言い方というものが、なるほど、ギリチョコの方が多いのであれば、チョコをもらったからといってまあ告白と勘違いする方が珍しいということ。よかった、本当によかった。誤解を解いてくださってありがとう、マスター。高校の憂いなく皆様にチョコレートを届けることができます。では改めてこちらをどうぞ。私からバレンタインデーの贈り物です。自分でも親愛の印のつもりなんですが、もうちょっとこう特別なものであってほしいというか、あれ、ちょっとよくわかりませんね。多重告白女騎士の浮き目にあってあたふたしてしまったばかりだというのに、私、そうなのですか。興味があります。ではバレンタインデーの後でお時間を少しください。私はどうやら世間知らずのようなので、もっと多くを知りたいのです。どうかよろしくお願いします、マスター。